電磁波がある。古い利康。出演、山田絹夫。私は今日も会社で小説を書いている。毎日定時の1時間前に出社してマッキントッシュを起動する。朝から書き始め、昼の休憩を挟んで8時間ずっと小説を書く。株式会社純文学という会社に勤めている。名前の通り、純文学をビジネスにしている会社だ。株式会社時代小説や株式会社官能小説といったグループ企業に比べると売上は極めて小さい。したがって給料も安いわけだが、企業ブランドイメージという点で言うと、株式会社純文学の存在は決して小さくないし、社員のプライドも高い。そんな株式会社純文学の中でもメインストリームと言ってもいい私小説家に私は勤めている。毎月私小説課長から課題が出る。6人いる部員が同じ課題で書くことになる。今月の課題はアンテナだ。アンテナ、アンテナ、アンテナ。このところ寝ても覚めても食べてる時もアンテナのことを思った。田口ランディのアンテナはもちろん読んだ。世界で初めて電磁波の存在を証明したハインリヒ・ヘルツのことも調べた。ヤギアンテナのことを知った時はあまりにも面白くて、ヤギ秀次の電気が書きたくなってしまった。調べがいのあるテーマだから調べてしまうんだけれど、いくら調べたって純文学は近づいてこない。結局こんな小説ができた。アンテナ落下。増田くんの部屋に初めて行った。窓の真ん前になぜか大きな段ボール箱が立っていて、光を遮っている。私より背の高い箱。何これと聞いたら、ゴミ箱だという。覗いてみたら、うわ、半分くらいゴミで埋まっている。牛乳パックやティッシュ、タバコの空き箱からわけのわからないものまでぎっしり。匂いがないのが不思議。冷蔵庫の空き箱なんだって言い訳みたいに説明している増田くん。箱の下の方で何か小さな黒いものが動いた。キャッ。小さな黒いものはアリだった。アリが行列を作って箱の下に潜っていく。アリだよ、増田くん。言わなくてもわかることを口に出す私。そうなんだ、アリ、と増田くん。アリが来て困るという感情はなく、ただそこにアリがいるという事実を述べる。問題はそこが部屋の中であるということだと思うが、増田くんは至って冷静だ。箱の下の方にシミがあるような気がしたが、見ないことにした。段ボール箱の上の方になぜかテレビのアンテナが取り付けてある。あそこに立てると映りがいいんだよね。アンテナを見ている私に増田くんは小さなテレビを指さして説明した。私、ここで服を脱ぐことになるのかな。唐突に変な想像をしてしまう。高い高い段ボール箱のふもとで裸になって横たわる私。その横で私たちの営みにはまるで無関心なアリたちが歩いている。くっ、いかん。自分で想像しておきながら笑ってしまった。増田くんも曖昧に笑ってる。かっこ
イカ略かっこ閉じる。多分私小説課長はこの辺から先を読んでいない。途中で原稿を破り捨ててしまったから。その後性行為に及ぶ二人、事の最中に主人公の女性が段ボールを蹴飛ばしてしまい、アンテナが落っこちる。夜になってもテレビが映らず、仕方なく二度目の性行為。そんな切ない展開を用意してたのに。私小説課長曰く、ただアンテナがアンテナとして出てくるだけではないか。そんなもの純文学と言えるか。アンテナを思想にしろ。アンテナは何を象徴する。アンテナを通じて何をメッセージする。そこんとこ考え直せ。アンテナ、アンテナ。再びアンテナの海を泳ぎ始める私。それにしてもヤギアンテナを作った八木秀次ってすごいな。自分の知らないところで敵国に利用されるなんてね。数奇だよね。バトルオブブリテン、真珠湾、ミッドウェイ。ヤギアンテナの視点でこの辺の歴史を書き換えていく。だけどクライマックスは戦後のテレビ放送開始。皇太子ご成婚から東京オリンピックでハッピーエンドにするか。司馬太郎も真っ青の大長編。ダメダメ、私小説課長にまた破り捨てられる。書き直してる時点ですでにボーナスの査定マイナスだよな。アンテナ、アンテナ、アンテナ。情報を受信する、キャッチする。映像や音声を発信する。さまよう電波。一人ブリストしているうちに頭の中にイメージが浮かぶ。無数のアンテナを行ったり来たりする女。空飛ぶ美女。バットマンに出てきたキム・ベイジンガーみたいな。タイトルは電磁波ガール。よし、できた。